どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。今日はですね、皆さんに報告がございます。なんと、なんとタムジョーマラソンに挑戦します。イエス。そして目標タイムはサブ 2.5 マラソン2時間30分切りを目指します。イエス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 。ということでね、マラソンを目指すということでこれから頑張っていきたいと思うんですけれども、なんでマラソンを目指そうかなと思ったかっていうと、まあ、単純に僕はマラソンの経験がまだ一度もなくて、単純にマラソンを走ってみたいなと思ったんですよ。で、そしてですね、まあね、このチャンネルね、学生の方も見てくださってればね、市民ランナーさんの方も結構ね見てくださってるんですよ。でね、やっぱりね、僕は小学校から大学まで13年間陸上競技をやってて、で箱根駅伝を目指してたわけなんですよ。でやっぱりね、陸上の経験は結構あってですね、まあその知識とかはあるんですけれども、マラソンの経験がですねまだ一度もないんですよ。なのでやっぱり市民ランナーさんの方から結構ね質問とか来るんですけれども、マラソンの経験がないのでやっぱり自分答えることができないと、やっぱりそれちょっと悔しいなと思って、やっぱり、ね、自分がマラソンを経験して、それも市民ランナーさんの方にもね楽しんでもらえるようなチャンネルをですね今後作っていきたいなということで、自分はマラソンをね、今後目指そうかなというふうに思いました。でですね、2時間30分ということで、まあこれ早すぎるんじゃないかとかね、いやいやもっといけるでしょみたいな思う人もいると思うんですけれども、僕はまあ2時間30分を目指します。でまあ2時間30分を目指すという目標を立てたらね、やっぱやるしかないと思うんですよね。目標が何もないと、いやーまあ今日はいいかなとかね、ちょっとサボってしまったりだらけてしまったりとかね、まあまあ今度でいいかとかね、まあ先送りしてしまったりとかすることもあると思うんですけども、僕はこうやってねもう公言しましたので、これもやるしかないということで、まあまあ2時間30分を目指してね、これからやっていこうかなというふうに思ってるんですよ。でね、まあやっぱりね、マラソン走るわけですからね、もういきなり明日走って2時間30達成なんて無理なんですよ。無理なんですよ。やっぱりね、練習が必要なわけなんですよね。だからね、マラソンに向かってこれからね練習をね積み重ねていこうかなっていうふうに思っております。でやっぱりね、マラソンの練習をするわけですから、やっぱりこうやって僕はね YouTube 活動しているので、やっぱり自分なりに考えた練習、マラソンに向かってやっていく練習をですね、今後はこの YouTube にね乗っけていこうかなというふうに思ってるんですよね。まあ練習動画ですよね、いわゆる練習動画を載せていこうかなというふうに思ってるんですよ。でやっぱり練習動画を載せることによって、今までねどういう練習してんだろうとか、っていう方もね結構いたんですけれども、まあそういうね練習動画を載せて、やっぱり僕のその練習で何を考えてるとか、どこを意識してやってるとか、まあなぜこういう練習をやってんのかとかいうのをですね、今後動画で上げて説明なんかもね、していきたいなというふうに思ってるんですよね。やっぱりそれでまあね、市民ランナーさん、今学生の方がどういう練習したらいいのとね思ってる人でも、あ、なるほど、タムジョーこういう風にやってんだ、じゃあ自分はこういう風にやろうとか、あ、まあ、こういう練習のやり方もあるんだとかね、そういうのもね知っていただけたら嬉しいですし、やっぱりね本当にね、このねウイルスの影響でまあ試合とかなくなってモチベーションが下がっているという人も中にはいると思うんですよ。なんですけれども、タムジョーの動画を見てまあちょっとでも頑張ろうかなって思ったりしてもらえたらですね、それもねめちゃめちゃ嬉しいんですよね。なので今後練習動画をですね載せていきたいなというふうに思っているので、まあ皆さんねぜひ見ていただけたらなと、で見て参考にしていただけたらなというふうに思っております。で、はい。でですね、やっぱりまあ、今後ですね、まあ、このウイルスの影響、まあ、ウイルスが終わったらですね、今後、イベントとかもなんか開きたいなというふうに思ってるんですね。なので、皆さんで、なんかマラソン走ろうとかね、まあ、皆さんで練習しようとか、そういうイベントとかもね、作りたいと思うんですよ。で、そういう時に、やっぱり自分がマラソン走ることで、伝えられることもたくさんあると思うので、ね、またそういうイベントに向けてね、僕もマラソン走ってもっとね発言に厚みを増せるようなこともねやっていけたらなというふうに思ってます。で最後にですね、いつタムジョーマラソン出るのって思った人ね多いと思うんですけれども、それはちょっとねまだ未定なんですよ。というのもね、まあ何度も言いますけれども、まあ、このウイルスの影響で大会が全部中止になっちゃってるんですよね。だから、どの大会に出ようとか、ね、それがちょっとまだ立てられない状況なんですよ。で、まあ目標としては来年にその目標をね、達成できたらいいなっていうふうに思っていて、まあ来年出場しようと考えております。で、まあ来年に向けていつになるかわかんないですけど、来年になって、いつでも2時間30分切れるぞという力をですね、今年つけていきたいなというふうに思いますので、まあたまに練習動画上げますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。
ありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。